夜明け前の静寂に包まれて幻想的に浮かび上がる赤蝦夷松のシルエット。朝霧が立ち込める水辺、厳かで幻想的な空気で満たされます。かつてこの沼に出会った人たちは、まるでこの場所は神々や仙人が住むようなところだといい、神仙沼と呼ぶようになりました。北海道ニセコエリア、美しい円錐を描く羊蹄山を望み、その西側にそびえるニセコアンヌプリから日本海側へ全長25キロ、1000メートル級の山々が連なります。この山々の裾野に神仙沼がある共和町の大地が広がっています。高原を風を切って駆け抜けるニセコパノラマライン。このルートの先、標高750メートルの高地に目指す沼はあります。レストハウスから神仙沼へと続く木道は、車椅子の方も利用できるよう整備が行き届いています。高地に咲く花や草木を楽しみながら散策しましょう。前方にそびえるチセヌプリの眺め。木道沿いにはいくつもの沼が点在し、貴重な草花が可憐な姿を見せています。緩やかな山道を抜けると、淡い緑が一面に広がる神仙沼湿原へと景色が変わります。神仙沼湿原は沼ヶ谷、イボミズゴケ群落や三ヶ島群落などの貴重な自然をたたえ、その希少性から環境省の日本の重要湿地500に選ばれています。木道を歩くこと15分、いよいよ神仙沼はすぐそこです。深い青色をした静かな水辺、水面には周囲を囲む赤蝦夷松などが特徴的な影を映しています。水の中から涼やかな姿を見せているのは三ヶ島です。また湖岸には騒ぎ鏡やヒオウギアヤメなどが可憐な姿で咲いています。標高が高く養分の乏しい大地で懸命に命を輝かせる昆虫たち。神仙沼は
貴重な草花や生き物たちの営みを支えています。この類いまれな新鮮沼の自然は、訪れる方々から保護へ向けてご協力をいただきながら大切に守り続けられているのです。豊かな自然に抱かれた大地、ニセコ連邦の裾野に位置する田園の町、北海道共和町です。初めて来たのにどこか懐かしさを覚える町、訪れる人を優しく迎えてくれるようなノスタルジックなぬくもりにあふれています。かかしふるさと館は郷土の歴史文化を今に伝える貴重な資料が集められています。昔の農機具や暮らしの道具を間近で見ることができます。また昭和56年に廃校となった小学校の校舎を開校当時のまま修復し展示室として利用、木造校舎から子どもたちの声が響いてくるような懐かしい思い出が呼び起こされます。町の中心部を望む小高い丘の上の美術館、共和町出身の国際的画家西村慶雄さんの作品を中心に展示しています。ピカソの画商カーンワイラーに認められパリを拠点に活躍した西村さん、館内にはアトリエも再現され、ふるさとへの思いが込められた作品の世界を味わえます。かかしのふるさととも言われる共和町は、肥沃な大地に豊かな農産物が実ります。スイカやメロンをはじめとするライデンブランドの農産物は全国にたくさんのファンがいる人気者です。最盛期を迎える夏は共和町が最もにぎわう季節、農協の選果場には収穫したてのメロンとスイカが続々と運び込まれます。高い糖度を誇るライデンメロン、そして甘さとみずみずしさに優れるライデンスイカは北海道一の出荷量を誇ります。基準に満たないものは出荷しないという徹底した品質管理が信頼を生み、市場でも高い評価を得ています。かかしのふるさと共和町の一大イベントが
毎年8月下旬に開催されるかかし祭りです。全国でも珍しいかかしコンクールは毎回町内外からユニークな作品が勢ぞろいします。また餅つきや下駄飛ばし、バンバ競技大会など個性ある内容で盛り上がります。祭りのにぎやかな歓声が共和町の夏を締めくくります。田園地帯が黄金色に彩られ、季節は秋へ。かかしが見守る大地からおいしいお米が収穫されていきます。その頃、山では紅葉が広がり、新鮮沼が鮮やかに輝く時を迎えます。四季の中でも最も優美な姿で人々を魅了するとの呼び声が高く、たくさんの人々がその姿に出会うため沼に足を運びます。赤や黄色に染まる広葉樹、そして湿原性赤蝦夷松が独特な景観を織りなす姿。新鮮沼はこの場所だけに与えられたかけがえのない自然の美しさにあふれています。荘厳なる新鮮沼、そして類いまれな自然をたたえる町、共和町。山々に見守られた豊かな大地が広がっています。